滋賀県長浜市園児殺害事件は、2006年2月17日、滋賀県長浜市相撲町の田んぼの中にある市道の路上で、幼稚園児2名が刃物で、めった刺しにされた状態で発見された事件。2006年2月17日9時5分頃、長浜市の水田の中を通る市道上に、幼稚園児と思われる男児と女児が血だらけで倒れているのを通行人が発見し、119番通報した。女児はすぐに死亡が確認され、男児は搬送先の長浜赤十字病院で亡くなった。二人は近くの幼稚園に通うともに5歳の園児と判明。滋賀県警では、二人の体に十数箇所以上の刺し傷があったことから、殺人事件と断定し、県内全域に緊急配備を敷いた。その後、11時頃現場から遠く離れた大津市内の湖西道路の真野インターチェンジで、大津北警察署が敷いた検問に不審な白い車が引っかかり、車内を捜索したところ車内は血の海となっており、血のついた包丁が落ちていたことから、運転していた女に事情を聞いたところ、二人を殺したことを認めたため、殺人の疑いで緊急逮捕した。逮捕されたのは、死亡した二人の園児の同級生の母親である中国人の女だった。容疑者は取り調べに対し、自分の子が園内でいじめられていると思い犯行を決意したと動機を供述した。現場で合掌する人前年11月から12月にかけて相次いだ広島小一女児殺害事件、栃木小一女児殺害事件、宇治学習塾小6女児殺害事件に続いて、子供の安全が改めて問われる事件となった。しかも、児童を危険から守るために始められた保護者による当番制の集団送迎によって発生してしまった事件で、これまでの防犯は知らない人間を排除すれば安全という同級生の保護者なら安心とする考え方を一周させて、誰を信じてよいのかわからないと関係者をパニックに陥れた。その上で、知っている人でも危ない、男の子でも狙われるという、それまでの議論から全く欠落していた点も改めて問題視されるに至った。ありがとうございます。